スパスクリャザンスキースパスクリャザンスキーは、ロシア連邦のリャザン州中央部にある都市で、メシュチョラ定地の南部、岡川の左岸に位置する。州都リャザンからは南東へ 55km で、スパスク地区の行政中心地。人口は8858人、1989年ソ連国勢調査では9835人、2006年の 推計では8317人。スパスクリャザンスキーの対岸には1237年のモンゴル帝国のルーシ侵入以前にリャザン公国の首都があったスターラやリャザーニの村がある。スパスクリャザンスキーの場所には15世紀頃から集落があったと考えられているが、最初にこの集落が文献記録の中に現れるのは1629年のことで、 バスキナポリャナという名のスロボダとスパスクという名の村があった。このスロボダは15世紀に建てられたスパスザレチェンスキー修道院に属していたが、この修道院は1764年に廃止させられた。1778年にスパスクは死の地位を与えられ、スパスク軍の中心地となった。1929年に他の スパスクという名の町と区別するため、リャザン州のという意味で、リャザンスキーという設備地が加えられている。スパスクリャザンスキーには19世紀から20世紀初頭に、かけて建てられた聖堂や住宅が多く残っている。市内には、歴史、建築博物館がある。町の中心から3キロメートル離れた丘側の、対岸には、モンゴル軍によって破壊されたリャザン公国の首都があった。 スターラやリャザーニの村があり、リャザン広国の遺跡が残る。町から北東にあるスパスク地区のイジェフスコエ村には、当地で1857年に生まれた、ロシアのロケット工学、宇宙開発の父、コンスタンチン・ツヨルコフスキーを記念する、博物館がある。スパスク地区の北部には、丘側とそのシリュープラ側の流域に、ソ連時代の1935年に、 岡自然保護区が設定され、1985年には生物圏保護区にも指定された。ここでは貴重な湿地の生態系が管理されている。スパスクリャザンスキーで最も大きな企業は革製品、工場であり、その他に食品工業や蛍光業が立地している。岡川の対岸にはスパスクリャザンスキーの町の西から南にかけて、 モスクワリャザン・ルザイフカ・シズラニを結ぶ鉄道と、モスクワリャザン・サマーラ・チェリアビンスクを結ぶ、M5 幹線道路が走る。町からは 15km から 20km 離れた、ところを通るが、岡川を橋、または、渡し船で越えて接続することができる。ありがとうございます。